感じですか。4時半だよ、起きる？起きないよ、早く行け。皆さん、おはようございます。今日はデイリールーティーンを皆さんとシェアしたいと思います。今7時半です、起きたばかりです。はい、歯磨きましょう。次はストレッチ。できれば毎朝ちょっと10分15分ぐらいはストレッチしてヨガとかをやります。はい、今着替えました。お水もあるからこれから仕事開始します。基本的には朝1はダイツ語の動画編集。この動画はちなみに外国人が日本でよく間違えることについての注意事項みたいな感じの動画になってます。はい、8時半になりましたのでタカを起こします。タカちゃん、8時半だよ。世界で一番鬱陶しい起こし方だね。8時半だ。キスしてあげるから。ワン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 。起きました、乗ってください。はい、ということでこの後9時朝一からミーティングがあるので、まずはメールチェックとかいろいろしていきます。この電動昇降デスクめちゃめちゃ便利、買ってすごい効率が上がりました。朝のミーティング終わりましたよ。ゲームしてますか？うん、ゲームしてますよ。じゃあメールはチェックしてますよ。この後昼ご飯どうしますか？レナが忙しいから作れないので買い物をする時間さえない。そんな忙しい。いいんだよね、作るのが。ちなみに皆さん夫婦で在宅ワークとかしてると昼ご飯どうしてますか？弁当買ってきてるのか、悩むね、自分たちで作ってるのか、皆さんはどうしてるか気になりますね。教えてください。はい、今からご飯を炊きます。何個がいいかな。夜ご飯も考えると3個かな。料理は大変だよね。だからこれ作るだけじゃないよね。後で洗わなきゃいけないし、その前で買い物してないと何も家にないし、本当にめちゃめちゃ料理をするだけで1日のめっちゃ時間かかりますよね。今日の午後にミーティングがあるからちょっと準備しにメイクをします。基本的には本当にめっちゃシンプルのアイメイクだけをする。ちょっと口紅をつけて以上。社長、社長、はい、お昼時間になりました。ご飯炊けましたか？そう。じゃあ私たちの今日のお昼ご飯は白いご飯です。ライスのみということでよろしいですか？違います。三ツ星ファームにしようかなと思いました。あ、最近僕らが食べてるやつだね、はい、お、はい、ご飯も炊けました。これ冷凍弁当なので5分でレンジでチンするだけですぐにできる。シェフが考えてるメニューなので、まあ私たちは考えなくていいし、あと絶対に美味しいということです。うわ、めっちゃいい匂いする。できた、うん、これトマトチキンだね。はい、すごいね、なんかこのパックで全部出来上がってるんだね。そう、すっげえいい匂いする、ガーリックの。ああ、いいね。あの、いろんなトマトチキンだけじゃなくて他のもついてる。で、レナの方が豚の生姜焼き。あ、生姜焼きね。うー、ザ定番。美味しそう。はい、いただきます。いただきます。お腹減った。ペコペコです。仕事したらお腹減ります。仕事したのかな、本当に。またなんか言いそうな顔してたよ、すぐに。お、美味しい、うん、うん。これ柚子でできてる。でも柚子の香りがする。うまっ。この後の予定は？ミーティングがある、うん、ちょっと出かけなきゃいけない。外にミーティングに行くと言って遊んでる可能性ありますよ、うん、社長、うん、よくあの営業マンがやるからね、サラリーマンの。生姜焼きも美味しい。マジで、うん、うまっ。うん、タカのやつはちなみにチーズのトマトチキンでしょ。いただきます。だから僕らみたいに忙しい人はめちゃめちゃ嬉しいよね。うん、でこれ毎日食べても60種類の料理から選べれるから全然飽きない、うん、ちなみにタカは今日の午後に何をする？
私めちゃくちゃ忙しいデスクワークなんでね。だからこう、この前でぼーっとするか寝てるか YouTube を見てるかわかんない。めちゃめちゃ働いてますよ。あーはは。なんか自分で作るとさ、結局このチキンのやつを作ったらチキンのやつだけになっちゃうじゃん。そうでしょ。だからこう野菜とかも一緒にさ、こうペッて入ってるのがめちゃめちゃいいよね。人のものばっか食べるなよ。ごちそうさまでした。はい、美味しかった。ちなみに今回なんですけど、LT ブログと三つ星ファームさんのコラボセットが発売することになりました。このコラボセットは、初回送料無料、数量限定、期間限定で発売されます。ちなみに14食がセットになってて、はい、51% オフ。すっごいオフになってます。そう。で、さっき言ったけど60種類あるから、その中から14食どれ選ぼうかなっていうのは、私たちは選びました。LT ブログ厳選です。そうそうそう。この動画の最後でこのキャンペーンの詳しい情報を教えます。はい、食事の後はリラックス。 Entweder spinne ich oder meine Kollegen schätzen mich nicht. Great! そうなの？なんて言ったの今。仕事に依存してない方がいいなみたいな。Uh-huh. I wish I was not dependent on the job. Okay. はいはい。ちなみにレナ社長、はい、仕事は何をやってるんですか？私、インバウンド観光コンサルの会社を持ってます。インバウンドはその海外から来るという観光客なんですけど、その方々のために新しい商品とかツアーとかそういったことを企画する。で、誰に向けてやってるかというと、地方自治体とかからお金が来て、そこでコラボをして、まあ、マーケティングを考えたり、今ある商品に対してのフィードバックをしたり。で、それすっごい幅広いんですよ。だからウェブサイトを作ったり、新しいチラシとかを作ったり、うん、だから記事を書いたり、あとは SNS を書いたり、インフルエンサー、まあ、YouTuber とかを募集したりすることも私の仕事の範囲に入ります。それでいうとレナ社長は自分で日本語の LT ブログのチャンネルも持ってるし、ドイツ語のチャンネルも持ってるから、この経験からいろいろコンサルができる。YouTube の仕事と自分の社長としての仕事、これですよ。すごくマッチしてるってことですね。yes. ちなみにインバウンドコンサル、はい、まあ、地方自治体向けとか会社向け、はい、以外にはどんなことやってるんですか？それ以外はもう直接外国人の旅行者に向けてのツアーをやってる。なるほど。じゃあ海外から来る外国人向けにレナがツアーガイドとして動くこともあるってこと？そう、ドイツ人が多いんですけど、他は、アメリカ人とかイギリス人、オーストラリア人とかも、名古屋飯が大好きだから名古屋飯のツアーとかを案内してます。タカちゃん、この後1時からまた僕は仕事です。何の仕事なの？皆さん、僕は何をやってると思いますか？ポンコツ平社員だと思ってますか？そうそう、経営コンサルという話は聞いたことがあるけど。そうです、 YouTuber やりつつ、まあ、外資系の経営コンサルティング会社で働いて、今マネージャーをやってます。マネージャーという人はどういうことをやるの？自分のチームメンバーと一緒にあるお客さんにコンサルティングサービスを提供しに行くっていう仕事をしてます。お客さんもグローバルなんで、東京のオフィスとミーティングすることもあれば、インドのオフィスとミーティングすることもあれば、ヨーロッパのオフィス、アメリカのオフィスともミーティングすることはあります。そう、たまには英語のミーティングもあったりする。頑張って喋ってますよ。で、ちなみにチームメンバーも日本人だけじゃなくて外国籍の人もいたりするから。すごいかっこよくに聞こえた。そうそうそう。仕事を頑張ってください。そうです、1時からミーティングがあるのでまた仕事をします。はい、あれ、社長どっか行こうとしてますか？ミーティングがあると言ったでしょ。じゃあこのまま家を出発ですか？そうだよ。タカ社員は一人で自由に。だから私は出たらタカがもう何をしてるか分かりませんよ。なるよ。ではでは、社長行ってらっしゃいませ。家に変な泥棒が入ってこないように守ってますので。じゃあね。はい、ということで仕事が終わりました。今から30分間だけ英語の勉強をします。オンラインで英会話やってて、毎日これ30分やってるんですけど、まあ、レナが今帰ってきてないんで一人でやりたいと思います。 Hey, hello!My name is Taka. Nice to meet you. わかりましたよ。あ、社長ですね。もう一回テンポしようと思ったの。なんでそんな遅いの？
か今。今 YouTube 見てました。あは、遊んでた。僕らの昔の世界一周の YouTube を見てました。見せて。やっぱね楽しいです。本当？振り返ってると。何を見た？アフリカ編。髪型変だね。人のこと言えます？これ見てください、これ自分の髪型見てください、これこのショートヘアのカツラみたいな。はい、社長、はい、7時になりました。お腹減ったってこと？お腹ペコペコマンでございます。はい、何を食べたいの？ステーキ。ステーキ、ちょっと待って、ステーキがあるかもしれない。え、ステーキあるの？冷凍？そういうことですね。カニクリームコロッケがある。ハッシュとビーフがある。あ、あるじゃん、ビーフ。あ、ということは三つ星ファームですか、夜ご飯？夜ご飯も三つ星ファームです。できましたよ。うん、めっちゃいい匂いする。すげーね、匂いが。ビストロ風トマトハッシュドビーフ。おお、ビーンズ入っててめっちゃ美味しそう。うわ、香りやば。こちらがカニクリームコロッケ。うわ、あ、綺麗だね。うまそう。いただきます。めっちゃ美味しそうだね。いただきます。いただきます。いただきます。いや、これに興味津々。うまっ。うん、上に乗ってるソースめっちゃ美味しい。ハッシュドビーフって何なの？牛丼みたいじゃないこれ。でもトマトと本当に、あの野菜たっぷり、豆とマッシュルームとネギとか、これうまっ。ご飯の上にザッとかけたら、ああそうだね、最高だね。食べ物をデリバリーしてくれる出前のサービスとかあるじゃん、ね、皆さん使ってますか？なんかあれだとさ、結局配送料がすごい高かったりするじゃん。あと時間かかる。そう、お腹減ってるなって思ったタイミングであと50分待たなきゃいけないみたいな感じ。そう、そういうのがこれないからさ、もう食べたいと思った時に冷凍庫から出してチンして5分でしょ。5分、マジその便利さは半端ないよね、はい、特にその忙しいサラリーマンとか、うん、OL とか、あとは、まあ、子供教育で忙しいママとかも、うん、本当に子供を見てるから料理に時間をかけるのが大変とか、うん、便利だよねこれ。ちなみにタカのランキング、今まで食べた中で、うん、僕らこの三つ星ファームのサービスずっと使ってて、まあ、何回も同じメニューをリピートとかしてる、うん、けど、なんかハンバーグとかチキンの料理とかも多いけど、うん、インターナショナルなものとかもあるし、トムヤムクンのやつとかもあるしね、うん、え、僕のお気に入り、うん、今日食べたこれ、なんかこれこれめっちゃ美味しい。なんか特にサイドも美味しいし、私もどっちかというとなんかお肉派だから、うん、今日お昼で食べた生姜焼き、ちなみにこれもめちゃくちゃ美味しいよ。これ全然トップ3に入るぐらい、うん、うまい。ごちそうさまでした。で、今からはご飯いっぱい食べたということで、ちょっと運動ですね、毎日の筋トレ、今日は一緒にやりましょうか。のカモン、今から行くよ。見て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 、ああもう動けない。筋トレやりますよ。はい、行きますよ、はい、このソファ最高。お、ちゃんとやってるね。やってますよ、そりゃ。2 No, no, no. もう10回ですよ。2もう10回いきましたよ。2しかできない。3よし、じゃあ、レナさんも今日はやってみましょうか。目標は1回かな。せーの、ウィーン。本当に上がんないの？マジ？上がるわけないでしょ。どう思いますか、皆さん。腕が小さいできないし、じゃあ腕の重さでからいきましょうか。何もできない。プニ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 だよ。確かにそれですよ。プニ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 ですよ。そう。でもあれだね、腕立て伏せぐらいはできるよね。ちなみにレナさん、最近僕の通ってるパーソナルジムに通い始めました。週1回。はい、腕立て伏せ1 何をやってんの。意味ないよ。あ、いけるよ。でそれをつかずにペタッといって1回だけ、はい、ついてない。ついとるやないか。腹筋はできる？できなくはない。持ってたろか、こっちで。はい、あ、できるよ、腹筋はできるね。1、はい、はい、高い。3、はい、重い。4、はい、あと15回。はい、諦めた。ダメだこりゃ、運動不足です。はい、社長、筋トレ終わりました。やりきりました。私も終わりましたよ。今からメイク落としてシャワー浴びます。
次の動画の編集をしてるけど、うん、ご飯食べに来たやつだからめちゃめちゃ美味しそう。仕事してくださいよ社長も。今からネットフリックスを見る。ということで今から2時間ぐらいかな編集していきたいと思います。頑張れ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 。スーパー回しましょうか。この時間で。ルンバ行きますよ。ちょっとあげようか。あ、レナさん。何？タオルがございません。毎回。はい。見えませんか？大丈夫ですか？どうでしょうね。あれまだ起きてますね。寝ないんですか？もう寝てる。これ寝てるんだ外国人。寝てる。携帯触りながら寝てるんだね。寝てる。明日のアラーム7時半。7時半。7時にまた7時に悪魔。おやすみ。はい。寝坊しないように明日。今日で食べた4つの弁当を含めて LT ブログと三つ星ファームのコラボセットがこれから販売することになりました。おめでとうございます。はい。このコラボセットに私たちは14食を選びました。最初に 51% オフで買うことができます。それは1食あたり587円になります。特別にプレゼントでブラウニーをこの箱に入れました。さらに注文いただいた皆様が2回目の注文からずっと 39% オフになります。さらに期間と数量限定で初回送料無料のキャンペーンになってます。キャンペーンの期間も決まっているのでお早めに注文してくださいね。購入方法としてはこちらの動画の概要欄に URL が貼ってあります。その URL をタップすると私たちの専門ランディングページがあります。そのページをスクロールすると一番下に LT ブログコラボセット購入というボタンがついていますのでそれを押して進めれば注文ができます。ぜひ概要欄をチェックしてみてくださいね。